それでは第91回中央幹事会を開催いたします。はじめに山口代表から挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。今日皆さんに発表したいことがあります。来る9日土曜日、我が党として、東京電力福島第一原子力発電所この敷地内に入って現状を視察したいと思います。かねてから福島県本部からこの施設内に入って敷地内に入って施設の状況、また管理の状況、そしてこれからの対応策、視察をした上で検討してもらいたいと、こういう要請がありました。政府側とその点の交渉をしながら今回の視察の決定に至ったものであります。これまでも福島県議会あるいは国会の一部の委員会等が視察をしたことがありました。またメディアにも一部公表された部分がありました。そういう経過の下で政党として我が党としてしっかり調査視察を尽くした上で今後の対応策を検討したい、こういう決断と、また政府が東京電力側の受け入れということになったわけであります。私をと幹事長、また斉藤哲夫議員をはじめ議員数名、この問題に関係のあるそれぞれの責任者を団員として見てまいりたいと思います。今後の政策全般にも、またさまざまな原発の今後の管理のあり方にも、これは重要な一つのステップになると、こう受け止めてしっかり視察に臨んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。